承知しました。NPO 法人アイナという団体で東北支部長をしております。かつ今は山形大学で、大学院の理工学研究科というところに所属しております。博士後期課程の3年生で、エンジニアですね。はい、土屋みなみと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、すみません、八木さん、2回同じこと聞かせて。いやいや、もう、はい、たくさん知ることができたんで、よかったです。いや、自己紹介しかしてないから。はい。じゃあ、はい、最初に、土屋さんと、まあ、今、アフリカン出会いのところをお話しいただきたいんですけど、はい、なんか、はい、わかりました。今、博士課程っていうか、がっつり理系の学生ながら、はい、なんかどういう経緯でその NPO で、はい、アイナでアフリカに関わる機会になったのかなっていうところを、はい、お願いします。はい、わかりました。ですね、一言で言うと実は偶然でして、あの大学3年生の時、いわゆる進路決まる時期ですよね。その時にそのまあいろいろ悩んでたんですよね。大学院に行くかとか公務員になるかとかっていう時に、あの Facebook でひょんなことからお友達になった人がいまして、でそれが今の、私たちのアイナの代表のズマホンさんでした。で彼は山形大学を国費留学で出た先輩だったので、 Facebook って共通の友達多いとぴょこって出てくるじゃないですか、友達かも。そこにズマホンさんが出てきて、多分間違ったんでしょうね、私。なんか間違って押しちゃったんですよ、多分。いや、なんか隣の人に押そうと思ったけど、間違ってズマホンに確か送ってたのか何なのか、誰かに紹介してもらったとかで押して、でまあ初めましてってメッセージしたら、もう数時間後、すごいですよね、メッセンジャーでと、Facebook で友達になって、数時間後にそういえば僕 NPO 立ち上げるんだけどって突然言われて、スピード感やばって思って、でノリで入りました。それがアフリカとの出会いです。いや、わかりました。じゃあ偶然たまたま友達申請です。でも中学校の頃から NPO っていう存在はずっとしてて、でその大学1年生ぐらいの時から、その何でしょう、別に人と同じ就活はしなくてもいいかなっていう思いがちょっとあって、自分は何がしたいかなと思ってた時に、まあその NPO とかも面白そうだなってずっと思ってはいたので、でその悩んでる頃にそういう面白いオファーが来たので、まあノリでっていうのがアフリカとの出会いでした、私の。はい、あんまり理系とかあんまり考えてなかったです。楽しそうって、ただそれだけで。はい、それは例えばゾマホンさん、ベナン人だと思うんですけど。はい、そうです。あのゾマホンさんも、そう、同じ国。ゾマホンさんがなんかインド人とかだったら、もしかしたらインド系 NPO に入ったかもしれない。ああ、まあありえるかもしれないです、それは。でも確かに、でも、実際にそのゾマホンさんとその、メッセージもらった後お会いして、聞いたお話がすごくなんか共感することがいっぱいあったっていうのが大きかったと思います。うん、はい、それでまあそのたまたまアフリカになった。でもそれから実際に行けたの2年後くらいなんですよ、アフリカに行けたの。ズマホンさんと仲良くなって、うん、アイナに入って実際にアフリカに行けたのは2年後 でその時はなんでこんなにアフリカ好きなのか分かんなかったんですよね。最初行った時一目惚れみたいな感覚だったんですけど、ただ去年ぐらいかな、一昨年2回目の2カ国目は私ケニアだったんですけど、うん、そこでなんかその結構その時思い悩んでて、私博士の 1,2 年生の時に、でもなんか自分は自分でいいんだって思わせてくれるその人のあったかさとか心の豊かさとか美しさとか力強さとか、まあ、大地そのものの広さとか自然とかもそうですけど、まあ、その私を救ってくれたのがそのアフリカ大陸だったので、まあ、これは好きなものが増えたなと思って今は系統してる感じです。はい、うんうん、いやいいですね、うんうん、すいません、なんか感情的、なんかすごい国際協力とかそのかっこいいあれではないんですけど。いやでもなんか、うんうん、でもすごくわかる気がしますね。どんどん思うちょっと学びましたけど、うん、はい、そうですね、わかりますね。でじゃあそこからなんか今アイーナの活動の話を聞きたいんですけど、はい、その実際在日アフリカンプロジェクトですかね、はい、そのちょっとご説明を
していただいてもいいですか。はい、わかりました。そしたらまず、アイーナのビジョンがまず2つあるんですね。1つが、アフリカの方々による真のアフリカ発展をこうサポートしたいっていうのがあります。これちょっとまた長くなるんで別の機会に話しますけど、で今日の、お話する在日アフリカンプロジェクトはその日本とアフリカをつなぐっていう2つ目の、ビジョンに基づいたプロジェクトになってまして、で一瞬だけちょっと画面共有をしたいと思います。はい、一瞬じゃなくても大丈夫です一瞬じゃなくても大丈夫です。確かにさっき即席で作っちゃったからまさかの、ペイントなんですけど。ペイントで作るってすごいですね。あれです、パワーポイントあったんですけど、どっか消えちゃったんで、別のところから持ってきて貼りました。すいません。これ、皆さんご覧いただけますか？見づらいですね。どうしたらいいんですか、こういうのは。あ、でも、見れてますね。見えてますか？はい。で、私たちがその考えてるアフリカンズの方の、その、サポートの段階っていうんですか？は5段階あるって思ってるんですけれど、ここにある通りです。まずアフリカから日本に来る機会を見つけるのが第一段階で、その後出国準備。もうちょっと大きくしてもらってもいいかもしれないですね。これ大きくできるかしら？ピョイーン。なんか画像ラーラ。ポイントでこう、まあ、移動するみたいな。ああ、でもいいか。大丈夫です。大丈夫ですか？なんか上のなんかイメージとかツールとかってちっちゃくできますか？ああ、これどうやってちっちゃくするんですか？あ、これか。ドン。どうですか？あとで YouTube で作らなくてもいいように自分で言ってくる。ちょっといけるかな。大きくなっちゃった。はい。まずこの日本に来る機会を見つける。そして出国の準備とかをする。で日本生活をスタートする。で4番目に安定した生活をする。で5番目がその仕事とか夢の実現に向かうという、まあ、この5段階を一応考えてるんですけれど、今我々がフォーカスしているのがこの3段階目の、これちょっと邪魔ですね、の日本の生活をスタートする、日本の文化になれたり、まあ、お友達を作ったり、あるいはねちょっと感じてしまうネガティブな体験とかを、まあ、少しずつなくしていこうということを目標に活動しています。で、共有を停止しました。で、そのためにやってることを、今大きくしているのが、まず、日本にお住まいのアフリカの方にインタビュー活動をしていまして、でその記事を弊団体のホームページにアップして、少しでも多くの方に、その何々人とかではなくて、誰々さんの出身のどこどこっていうような切り口で、アフリカに興味を持っていただきたいなと思って、記事を作成しています。でそのインタビューを受けてくださった方を、ゲストとしたオンラインイベントですとか、もうちょっとコロナが落ち着いたら実際にお会いできるイベントをこう開催して、そこでいろんな日本の方にその方のファンになっていただいて、もっとこうアフリカを身近に感じてもらおうという活動を今しています。うん、はい、すごいですね。なんかもともとその日本にいるアフリカの方向けに何かこうしたいっていう思いがあったんですか？なんかそれはなんかどういう、うん、そうですね、ありがとうございます。めっちゃいい質問。いろいろそのアフリカのイベントとかに行った時に、そうですね、そのアフリカの方もっといたら楽しくなるなと思ったのもあるんですけど、私がその一番このイベントしたいなと思ったきっかけがありまして、その私がアフリカに行った時はみんなすごくよくしてくれて、私アフリカ大好きになったんですけど、うん、それ逆 のケースだから、アフリカの方が日本に来て日本大好きってなってるのかなっていうのをちょっとふと思った時があって、それはなんかあんまりこう自信を持って言えないこの悲しい現実がちょっとあるなと思ってまして、そこでその、うん、じゃあまずは日本にいらっしゃるアフリカの方結構1万人以上いらっしゃるみたいなので、統計によると、なのでまずはその方々に少しでもこう日本でこう気持ちよく生活していただきたいなと思ったのがきっかけです。はい。なるほど。なんか実際にこうインタビューしてて、はい。なんかいろんな方がいると思うんですけど、はいはい。なんかどうなんですかね、日本に対するイメージというか、ああ。個人的に結構住みにくいかなとか思ったりする
ですけど。いや、そうですよね。私もそう思ってたんですけど、でも結構これ面白い、面白いって言ったら失礼ですけど、そのいい意味で想定外のお返事が来ているというか、日本にお住まいのアフリカの方って、あのずっとお父さんもお母さんもアフリカで、十何歳までアフリカでお育ちで日本に来た方と、お父様かお母様どちらかが日本で、日本でお住まい、あるいはアフリカにお住まいで日本にいらっしゃる方っていらっしゃると思うんですけれど、その前者で結構な時間長くアフリカに住んでて、パパママもアフリカでした方は、日本で何かネガティブなことを受けても、なんか意外と気づかないというか、気にしないような、こう大きなこうドスンって構えてる人結構多いですね。まあ男性は特に多いかもしれないです。女性の方は、センシティブな方は結構感じられるみたいですけど、男の方はこの前、はい、あの聞いた子もあんまり気づかないかもって言ってて、うん、で一方でそのどちらかがその日本の方の場合だと、やっぱり、ね、なかなか結構難しいような状況をこう頻繁に感じやすいっていうのが最近インタビューで分かってきましたし、日本、そうですね、いいイメージを持ってくださってる方も多いですけど、やっぱりまあそうです、そうじゃない方もいらっしゃいますが、という感じです。うん、なるほど。それはなんかあれなんですかね、アイデンティティの問題とかもちょっと関係したりするんですかね。おっしゃる通りだと思います。結構もう、うん、あ、何、例えばそう、俺は何々じゃアイデンティティだよって思ってる人は結構強くいられるのかもしれないですね。うん、うん、なるほど。今あの見てる葉月さんっていう方から質問が来てて、はい、何でしょう、葉月さん、はい、日本の中でアフリカの方にどうやって知り合うんですかっていう。ああ、なるほど。ですね、私が逆ナンパしたり、いや本当にあるこれはしたんですけど、まあそれは軽く冗談なんですけど、まずは、今この数年間、何年間でしたっけ、忘れちゃいましたけど、数年間で日本の政府の国費留学でアフリカから来ているアベイニシアチブという方々がいらっしゃいまして、でそこのコミュニティにまずお願いして紹介してもらうのが一つ。あとは、今、弊団体のサポーターになってくださっている方々がいらっしゃいまして、でその方がこうつないでくださるのが一つ。で今、弊団体の SNS で何か困ったことがあったら連絡してくださいっていう、あの我々の団体のロゴ入り あのこう何かあったら連絡くださいっていう情報を流しているのが一つ。あとは、そうですね、個人的なつてとか、あとはあのこっちでお仕事してる、例えばレストランやってらっしゃったり、アーティストさんやってらっしゃる方をつないでいただく、うん、とか他の団体さんにつないでいただくことが多いですね。はい、結構人海戦術です、はい、そうなんですね。ちなみに山形にはどれぐらいアフリカの方、アフリカから来た方、うん、山形はですね、そんな100とかはいないと思うんですけど、ただ、私の大学のですね、農学部が実は鶴岡という上の方にありまして、そこは、在科のなんか農学系の研修かなんかで、一定数、うん、西アフリカとかルワンダの方からお越しなので、まあ、10人弱かな、はいらっしゃると思いますし、あとは県内で何人かお勤めの方、がいらっしゃるので、まあ、数十人はいらっしゃるんじゃないかなと思っています。今その方と全員と仲良くなるために土屋は今頑張ってます。あと、土屋さん、はい、お願いします。ごめんなさい。山形県の長井市っていうところが、あのオリンピック・パラリンピックのタンザニアのホストタウンになってまして、そこでそのタンザニア関連の方も何人かお住まいです。なるほど。いやー、すごい。なんかそうですね、じゃあ次のトピックなんですけど、まあ、直近 の、はい、そのまあ、いろんなアフリカのコミュニティあると、あ、コミュニティっていうかイベントをやってるのかなと思うんですけど、なんか今週末にもイベントがあるって聞いたんですけど、はい、ぜひありがとうございます、おーって言っちゃったはい、ありがとうございます。20日の土曜日11時から12時半ですね、先ほど言った長井市というところのあのタンザニアのホストタウンですねにお住まいの、主婦の方をお招きして、タンザニアの生活、主婦の生活と、あとタンザニアのお料理について語ってくださるオンラインイベントを開催しようと思っております。でそのさっきも言った通り、そのタンザニア人とかじゃなくて、まあ、その方ヘレナさんって言うんですけど、ヘレナさん出身のタンザニア
を通してもっとこういろいろヘレナさんについてももっと知っていただきたいなと思ってます。で、主婦の方がメインって結構珍しいんじゃないかなと思ってて、で私はママってすごく身近だし、すごくこう働き者だしっていうの、その主婦というものは別に国境はないと思ってるんですよ。何人とか関係なくて、ママの愛は偉大だと思ってるんで、それをこう伝えれたらなっていうのがあります。まあ、この人を中心としたその異文化交流っていうのは、その大学の時にちょっと原体験があったので、ちょっとそれに基づいてやっていきたいなと思ってます。いや、いいですね。はい、僕もちょっとぜひ。いや、そう、ありがとうございます。登録していただいて、で、私が今住んでる市から車で40分ぐらい行かないといけないので、私は40分車を走らせてヘレナさんの家まで行って、そこから現地レポをします。現地レポなんですね。はい。なんかちなみにどうやってこう応募したら、まだ間に合いますよね。あ、もちろん。これはイベントページとかはどうやって送ったらいいんですか？終わった後にあのコメント欄の方に貼っていただければ。ありがとうございます。コメント欄どこの？あ、Facebook のですか？Facebook の、はい。で、今日のあの紹介。めっちゃ笑ってるやん。ズボンに入ってしまいました。やった、泳ぎさんを笑わした。なんかすごいインタビュー真面目だから、ちょっと、はい、何でもないです。どうぞ続けてください。はい、止まる気持ちください。紹介文。はい、今日のあの紹介文に後で、紹介文のところにあのイベントページ貼ってるんで、はい、皆さんそれで、あれですよね。で、そこのイベントに行くっていうだけじゃなくて、Google フォームに登録しないといけないんですよね。そうなんです。すいません。お願いします。はい。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい。なんか質問とか来てますか？そうですね。葉月さんから来てて、はい、で、アフリカに興味を持ったきっかけは何ですかって。はい、来てます。まあ、あの冒頭の説明いただいたところもあるんですけど、はい、なんかもし別の切り口でも、同じ切り口でも、あ、興味を持ったというか、じゃあなんでこんなにアフリカが好きかの多分もう一つの理由がありまして、その青柳さんのそのイベントで書いてくださった東北かけるアフリカの部分なんですけど、結構なんか東北の人というか、特に東北の中でも大きいとこありますけど、地方都市の人のそのマインドとアフリカのその人のマインド結構似てるなと思ってて、その長井市、例えば長井市とかは、まあ、人口3万人ちょっとぐらいなんですね。で、その近所のおばあちゃんとかに挨拶すると、なんか取れたてのキュウリくれたりするんですよ。なんかタンザニアのブトワラ村かみたいな。結構アフリカでもあると思うんですけど、近所の人が何か物を突然くれるみたいな。なんかそのまあ、もちろん、やっぱ海外の方とかにちょっと恐怖心とかあったりするけど、でも基本は本当はみんなウェルカムな優しい精神を持ってるのかなっていうのがあって、で私はそう、居住地は一応東北を出たことがないくて、田舎しか知らないのもあって、そういうその優しいというか、まあ、村みんなで一致団結みたいな中でずっと育ってきて、それがちょっとアフリカと似てるから、今でもアフリカと東北2つの好きなものに囲まれてずっと活動したいと思えてるのかなっていうのはあります。いや、なんかいいっすね、そういう共通事項があるっていう。いや、そうなんですよ。だから好きなものが2つっていう感覚です、完全に。原武さんから、みなみさん、はい、常に明るくて素敵ですっていう。 ありがとうございます。嬉しい。いや、私、そうですね。そう、これしようと、はい。なんでしょうね。そうなんです。常にこうやっているように心がけてます。いや、そうですね。なんか僕も一応理系の大学出身なんですけど。あ、そうなんですね。理学部出身なんですけど。あ、理学部。いや、すごい。同じ理系でも全然違いますね。理学部と工学部だったら。いやいや、なんかそんな土屋さんみたいな、なんかすごいハイテンションな方いなかったいや、でも確かに工学部でもあんまりいないかもしれない。全然関係ない話しちゃいましたけど。
いや、全然大丈夫、大丈夫。いや、理系も私の一つのこのラベルの一つなんで、全然。あ、内藤さんからも、はい。今日はうちの。あ、ナイキル、ありがとう。天然感が。いや、天然じゃないよ。それおかしい。ナイキル、フォロワーさん多いから、あんまりそういう間違ったこと言うとすぐ拡散されるからやめてください。間違ったことを言うのは。わかりました。ありがとうございます。こんなんで大丈夫ですか？もっと話しますか？ちゃんとしたこと。いやいや、大丈夫です。ちゃんとした話なんで。じゃあ、そうですね。じゃあ、ぜひ、土屋さん、ちなみに将来なんか何していきたいんですか？あ、将来はですね、ちょっと、これあんまり Facebook で私の先生とか見てるところでバレたらやばいんですけど、まあ言いますね。気にせず。結論から言うとフリーランスになりたいなと思ってて、東北とアフリカのダブルライフをしながら、その特に私専門が今流行りのその何でしょう、情報社会っていうんですか、 ICT、 IT のちょっと一個上みたいな、うん、ICT っていうんですけど、それが一応専門なので、アフリカ×東北です、まあ、ICT とか教育とかこういう文化交流 やれるような人になりたいなと思ってます。なんか研究職とかは考えてないですか？特には。特には。あ、でも研究の、あの過程で培ったその論理力とか、その何でしょう、あの問題の検証する過程とか、あとその ICT の知識とかはまあ生かされるかなと思ってるので、もし縁があればもちろん研究もしたいかなと思いますけど。いや、いいですね。なんかゆくゆくはこんな世界にしたいとか。こんな風になったらいいなみたいなものってあったりするんですか？あ、それはあります。何でしょう、あれです、みんな違ってみんないいじゃないですけど、あの違うことが当然で面白いよねってみんなが思えるような世界がいいなって、あの最近気づいたんですけど、自分どうやら普通じゃないらしいんですよ。あの気づくまで28年ぐらいかかったんですけど、なんかね、それめっちゃ笑ってんじゃん、なんでそんな笑うとこじゃないっすよ。いや、そうで、なんかその私は私でいいじゃんって思えるまで結構かかったんですよ。その大学院の時もまず同期がめちゃくちゃ優秀なんですよね、研究者として。だし、青柳さんおっしゃる通り、結構こういうタイプが工学校にまずいないのもあって、まあ、結構浮くのもあるし、まあそのいわゆる何々しなきゃいけないみたいな中で割と過ごして中での葛藤みたいなのがあって、まあだからそういう自分みたいにちょっと違っても、あの同じその日本という中でももちろん違ってもいいと思うし、なんか国なんて別に地球上の住所みたいなもんだと思ってて、あのマリルイジさんってルワンダ出身の有名な方の名言で、宇宙から見たら国境なんてないっていう名言があるんですけど、本当にその通りだなと思うから、私みたいな国内でちょっと変な、ちょっとじゃない、かなり変なやつでも、なんかその別の国の人とかでも関係なく、そう、なんか自分らしく入れればいいよねって、あの強制とか理解は難しいまでも過干渉にならずに、まあ、そこに違いがあるって認められるような世界を作りたいなって思って活動してます。真面目なこと言った？いやいやいや、いいですね。はい、でもそう思って、ね、それがアイナの活動はその達成する一つの、うん、まあそうですね、一つの手段というかフィールドかなって感じです。いやー、めっちゃいいっすね。もう、いいな。すごく応援したくなりましたし。ありがとうございます。はい。アイナ、マンスリーサポーターも今募集してるんですかね？あ、そうなんです。ありがとうございます。もう本当に名刺会社か。はい。そうなんです。マンスリーサポーター、随時募集しておりまして。そんな積もる？めっちゃ積もってる。あ、しかも時間されくるんですね、青柳さん。どうぞ。はい。はい、随時募集してます。で、月額500円からか、まあ、単発500円とかでも、募集しておりますし、今回のその、例えばイベントに参加した、していただいたその参加費も、まあ、それは、ゲストの方にの、お金の支援としても差し上げるんですけど、まあ、そういった形で皆様の、こう、やりやすい形で、少しでも応援していただければなと思っております。マスリーサポーターについては我々のホームページを、はい、見ていただければなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。最初より青柳さんだいぶニヤニヤしてる。ニヤニヤじゃない、ニコニコしてる。ちょっと面白いですね。
いや、なんか本当言われる、普通に生きてるだけで面白いって言われるんですよね。何なんですかね、これ。かなか見ないキャラですね。いや、めっちゃいいと思います。今、陸で溺れそうになっちゃった。ちょっと、また明日やるんですけど、明日のちょっと僕の宣伝もしますね。はい。あ、どうぞどうぞ。明日は UNHCR の人に来てもらっお、て、すげえ。で、6月20日が世界難民の日なので、お、私のイベントの日、そうなんだ。そうなんですよ。そっかそっか。なので、まあちょっと、世界の難民について、考える機会を、素晴らしい機会をもらったんで、僕もいろいろ学びたいなと、思うんで、これ今日30分で学べないっすよね。そうですね。いや、おっしゃる通り。まあでも考えるね、きっかけに飲んで。いやいやいや、それぐらいこう深くて盛りだくさんの内容なんだろうなと思っそうですね。もしかしたらちょっと日をまたぐかもしれないですけど。て。うん、ありえる。まあ、金曜日だしいいんじゃないですか。まあ、そうですね。そうですね。じゃあ、そろそろ時間もやばいやばいややばい。ばい、青柳さんずっと笑っとるやん。すいません、なんか。ちょっと顔を隠しておきますね、土屋さんの顔を。いやいやいや。携帯で。じゃあ、最後に、はい。見てる人とか、一言、もしあれば。おお、なるほど。さっきのでも、あれですね、青柳さんが言ってくださったのが結構私の中でまとまってたので、これ以上まとめられないですね。さっきのどんな世界を目指してるかみたいなやつ。私、締まりが悪いんだよな。じゃあ、ぜひ、20日のイベントですね、今週土曜日。あ、締めてくれた、青柳さん。じゃあ、こういう感じで、はい、あ終わりりがだととうござ思いいます。ます。そうですね。あ、そうだ。じゃあ、あれです。アイナは、まあ、最近、いろいろね、某国とかでのこう暗いニュースもあるじゃないですか。アフリカの方に関わる。まあ、なんで、結構とか、まあ、コロナもあって、まあ、真剣というか、もう、そういう、こう、難しい問題に取り組むのももちろんそうなんですけど、まあ、でも、一方で、明るく、楽しく、力強く生きてる方々がいらっしゃるのも、これまた事実なんで、まあ、そういう明るい方向とかもちょっと目指してやっていきたいと思うので、もしそういった切り口でアフリカに関わってみたいなと思う方は、ぜひ今後アイーナのイベント等を楽しみに待っていただければなと思います。決まった。はい。じゃあ、決まったので。じゃあ、そういう感じで。ありがとうございました。すいま見せてん、いなんただいて、か笑わあせりがとうごて、ざいま笑わせてしまって。はい。す。いや、たくさん笑えたんでよかったです。嬉しい。じゃあ、ありがとうございました。はい、こちらこそまたよろしくお願いします。失礼します。失礼します。